はい、こんにちは、116インズです。現役スター選手のかつての所属球団を紹介するこの企画、今回第2弾となります。前回の動画ではたくさんのコメント、それから高評価、本当にありがとうございました。まだ前回の動画をご覧になっていない方はぜひですね、そちらの方も見ていただければ嬉しいです。で、今回はですね、まあ、前回が結構若手選手を中心に紹介しましたので、今回はですね、ベテラン選手8人ほど紹介していきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、まずはマックス・シャーザーですね。言わずと知れた現役最強クラスの右腕で、アメリカンリーグそしてナショナルリーグでサイヤング賞を計3回も受賞しているナショナルズそしてメジャーリーグを代表するピッチャーの一人ですね。で、このシャーザーなんですけれども、サイヤング賞はタイガースとそれからナショナルズで受賞しているんですけれども、実はドラフトはですね、アリゾナダイヤモンドバックスに2006年1巡目指名を受けて入団しているんですね。で、ダイヤモンドバックス時代からですね、まあ非常に速球はかなり評価されていたピッチャーで、で、メジャーデビューもダイヤモンドバックスで果たしたんですけれども、2009年のシーズンオフにですね、タイガース、それからヤンキースが絡む三角トレードでタイガースへ移籍することとなります。で、タイガースに移籍してから本格的にその才能が開花し始めて、2013年にはシーズン21勝、防御率 2.90 で初めてのサイヤング賞を受賞。で、2014年のオフにはですね、7年総額2億1000万ドルの超大型契約でナショナルズへ移籍することとなります。ナショナルズ移籍後もですね、安定したピッチングを続け、2016年、そして2017年と2年連続でサイヤング賞も受賞して、そして昨年はですね、少し怪我に苦しんだこともあったんですけれども、11勝を挙げて、さらにポストシーズンでもですね、フル回転して、ナショナルズのワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。まあ、正直今更シャーザーの凄さを語っても皆さんご存知だとは思いますけれども、まあでもトレードしたダイヤモンドバックスとしても、まあ当時はですね、イアン・ケネディを獲得して、そのケネディもしっかり先発の柱として機能しましたので、まあ全然悪くないトレードだったんですけれども、まさかシャーザーがね、ここまでのピッチャーになるとはまあ正直思ってなかったでしょうから、まあシャーザー取り返せるものなら取り返したいってちょっとは思ってるかもしれませんね。はい、続いてはカージナルスのアダム・ウェインライトですね。まあ、ウェインライトメジャーデビューしてからずっとカージナルスなので、まあ、なんとなくですね、カージナルス一筋のイメージが強いんですけれども、ドラフトはですね、アトランタ・ブレイブスから2000年1巡目指名を受けて入団しているんですね。まあ、ウェインライトは出身がジョージア州なので、まあ、同じジョージア州アトランタにある、まあ、ブレイブス、地元の球団に指名を受けたという形になりますね。で、ウェインライトは非常にですね、ブレイブス時代からプロスペクトとして評価を受けていたんですけれども、当時のブレイブスはやはり先発陣が非常に豪華でしたので、なかなかメジャーに上がれない状況が続いていたんですけれども、ただ2003年のオフにですね、カージナルスへのトレードが決まって、ここでですね、ウェインライトのキャリアが大きく変わることになります。ちなみにウェインライトはトレードが決まった日、彼女さんの実家に結婚の挨拶に行っていたらしいですね。で、トレード後はですね、カージナルスのエースとして、まあ、なかなかですね、タイトルには恵まれなかったんですけれども、長年貢献してきて、まあ、特に印象深いのはやはり2006年のポストシーズンですよね。まあ、あのシーズン終盤にカージナルスのクローザーであるジェイソン・イズリングハウゼンが、まあ、怪我で離脱してしまって、まあ、ちょっとカージナルスクローザー不在という状況になってしまったんですけれども、まあ、そこでですね、この年、まあ、実質ルーキーだったウェインライトが、まあ、クローザーとしてステップアップして、ポストシーズンでは1点も取られずにカージナルスのワールドシリーズ制覇に大きく貢献したっていうのがやはり印象的ですね。ブレイブスにとってこのトレードが良かったのかはちょっとわからないんですけれども、ただウェインライトのキャリアには、まあ、非常に良いトレードにはなったのかなと思いますね。はい、続いてはエドウィン・エンカーナッションですね。通算ホームラン400本を超える MLB を代表する長距離砲の一人ですけれども、まあ、ブレイクしたのはブルージェイズで、で、その前はシンシナティレッズにいたのは、まあ、結構有名な話だと思うんですけれども、実はですね、2010年のオフにブルージェイズから一瞬だけオークランドアスレチックスへ移籍してるんですね。で、それがこちらの通りですね。まあ、ウェーバーを経由して一瞬だけアスレチックスに加入してるんですけれども、そのままアスレチックスに残ったわけではなくてですね、まあ、直後にですね、アスレチックスからノンテンダーをされて、まあ、すぐに FA になったんですね。で、その FA になったところでまたブルージェイズが再獲得して、引き続きブルージェイズに在籍することになったんですね。で、エンカーナシオンは2年後の2012年にブルージェイズで大ブレイクを果たして、で、結果的に今があるわけですから、もしですね、あのままアスレチックスにエンカーナシオンが残っていたら、未来はまた違っていたかもしれませんね。長距離砲つながりでもう一人紹介します。ネルソン・クルーズですね。通算ホームラン数401本で、で昨年もですね、まあ、39歳ながらホームラン41本と、まあ、こちらもですね、MLB 屈指の長距離砲なんですけれども、まあ、クルーズはですね、結構苦労人なんですね。まず1998年にニューヨークメッツとアマチュア FA で契約して、でその後ですね、アスレチックス、ミルウォーキーブルワーズと渡り歩いて、
で、2006年にようやくですね、テキサスレンジャースへトレードされることになりました。で、レンジャースとのトレードに際しては、レンジャースのジョン・ダニエルズ GM が、まあ、クルーズが入っていないとトレードは成立しないとまで言っていたほど、まあ、非常にクルーズを高く評価していたんですけれども、ただなかなかですね、それでもクルーズ、なかなか目が出なくてですね、まあ、途中 DFA、ロスターを外されるっていうこともあったんですけれども、2009年についにですね、ブレイクを果たして、で、そこからは毎年オールスター級の成績を残していますので、まあ、ようやくですね、28歳ですか、2009年の時点で。そこでやっと報われたんですね。まあ、クルーズのように遅咲きの選手ですと、やっぱりどうしてもブレイクする前にいた球団っていうイメージがあまりないので、私も正直ですね、ブルワーズにいたのは知っていたんですけれども、まさかクルーズ、メッツとアスレチックスにもいたのはちょっと知らなかったので、今回調べていて非常に驚きましたね。はい、もう一人苦労人を紹介します。ジャスティン・ターナーですね。まあ、今やですね、ドジャース不動のレギュラーというイメージのあるターナーなんですけれども、ドラフトはシンシナティ・レッズに2006年7巡目で入団しまして、で、その後ですね、オリオールズ、それからメッツへ移籍しています。で、メッツ時代のターナーはですね、まあ、ユーティリティとして、まあ、いろいろなポジションを守るような選手だったんですけれども、まあ、正直ですね、そこまでこう、活躍していたというイメージはないですね。打撃面でも OPS7 割がやっとというぐらいの選手でしたんで、まあ、2013年のオフにですね、メッツからノンテンダーで FA となってしまいます。ただ、このノンテンダーがですね、結果的にターナーのキャリアを変えるノンテンダーになりまして、まあ、もう後がないターナーはですね、ダグラッタという打撃コーチと出会うんですね。まあ、この人はですね、前年にマーロン・バードを復活させた、まあ、コーチでもあるんですけれども、まあ、その人と一緒にですね、打撃改造に取り組んで、で、さらにですね、フライをより上げるようなバッティングに取り組んだところ、まあ、2014年ドジャースに加入してからは、本当に打撃もですね、格段に良くなりまして、で、昨年もですね、ホームラン27本でキャリアハイという成績を残しましたんで、本当にですね、キャリアを180度変えた選手ですね。はい、続いてはカーゴことカルロス・ゴンザレスですね。カーゴといえば、まあ、結構ロッキーズ時代のイメージが強くて、で、怪我さえなければすごい5ツールプレイヤーになっていたんだろうなと思うんですけれども、実はですね、プロ入りはアリゾナダイヤモンドバックスなんですね。16歳の時に契約しています。で、結構早い段階から頭角を現し始めまして、プロスペクトとしてもですね、かなり高い評価を受けていた選手ですね。で、21歳の時にはトリプル A まで来ていましたので、まあ、ただ身体能力が高いだけでなくて、しっかり成績も残せたような選手でしたね。で、こういったプロスペクトとしての高い評価もあって、2007年のオフにダン・ヘイレンとのトレードで、トレードのセンターピースとしてアスレチックスに移籍して、で、さらに翌年ですね、マット・ホリデーとトレードで、これまたですね、トレードの中心としてロッキーズへ移籍することとなります。ロッキーズではオールスター3回、それからゴールドグラブ2回で、で、さらにですね、ホームラン40本を打った年もありましたので、まあ非常にですね、主力選手として活躍した印象があるんですけれども、ただ最近はちょっとパッとしない印象ですね。まだ34歳で老け込むような年齢でもないので、まあなんとかですね、復活に期待したい選手の一人ですね。はい、続いてはカルロス・サンタナですね。昨年フィリーズからマリナーズを経由してインディアンスに復帰したサンタナなんですけれども、見事に打撃が復活しましたよね。フィリーズでの1年間は打率2割2分9厘、ホームランも24本と、まあ、非常に低調だったんですけれども、昨年は打率2割8分1厘、ホームランも34本、OPS も9割1分1厘と、まあ、非常に打撃面で活躍しまして、自身初めてのオールスターにも選出されました。で、2018年にフィリーズに行くまではずっとインディアンスでプレーしていましたので、まあ、そのイメージが非常に強いんですけれども、プロ入りはですね、ドジャースと契約してプロ入りしてるんですね。で、サンタナもですね、非常にプロスペクトとして評価されていた選手なんですけれども、2008年のトレードデッドラインに、ケイシー・ブレイクとのトレードでインディアンスへ移籍することとなります。で、インディアンスに移籍してからも、まあ、しっかりと成長を続けまして、2010年にメジャーデビューを果たしてからは、まあ、特にキャリア序盤は強打のキャッチャーとして非常に活躍しましたね。サンタナがこうしてメジャーリーガーとして活躍したこともあって、ドジャース側から見たときはちょっとこのトレードは負けトレードだったなというふうにまあ聞くことも多いんですけれども、ただケイシーブレイクもですね、翌年2009年にはまあウィンズアボブリプレイスメント 4.6 を残してますので、まあ、そこまで悪いトレードでもなかったとは思うんですよね。まあもちろんサンタナがあのままドジャースに残って活躍する姿っていうのもちょっと気になるところはありますけどね。はい、そして最後はインディアンスつながりでもう一人マイケル・ブラントリーを紹介したいと思います。まあ、ブラントリーといえばやっぱりインディアンスで長いこと、まあ、高い打力で活躍した選手ですよね。まあ、昨年からアストロズに加入して高い打撃力というところは変わらずに、まあ、非常にですねアストロズに貢献したというイメージがありますね。で、そんなブラントリーなんですけれども、ドラフトは2005年5巡目ミルウォーキーブルワーズから指名を受けて入団しているんですね。
ブルワーズのマイナー時代から非常に高い打率を残していた選手ではあるんですけれども、ただそこまでプロスペクトとしては評価されていたわけではなくてですね、実際2008年のトレードデッドラインで CC サバシアと交換でインディアンスに移籍する際、ブラントリーはですね、後日発表選手だったんですね。当時のトレードの中心はマット・ラポルタという外野手でして、まあ、ブラントリーはですね、そこまで期待されていた、このパッケージの中で期待されていた選手ではなかったんですけれども、ただインディアンスとブルワーズ間で、まあ、口約束がありまして、もしブルワーズがサバシアを獲得したことでポストシーズンに進んだ場合には後日発表選手の候補2人いたんですけれども、まあ、その選択権を与えてほしいというふうにブルワーズに申し入れしたんですね。でブルワーズは合意して、で実際にブルワーズはポストシーズンに進んだので、インディアンスは後日発表選手の候補の2人のうちブラントリーを選択したんですね。で、これが結果的に大きな選択になりまして、トレードの中心だったマット・ラポルタは全くの期待外れに終わったんですけれども、ブラントリーがですね、オールスターに成長したので、サバシアのトレードが完全な失敗に終わらなくて済んだんですね。まあ、このトレードに関しては、ブルワーズもサバシアがいたおかげで、年ポストシーズンに進めましたし、インディアンスとしても、まあ、ブラントリーというオールスターの外野手を獲得できたので、まあ、最終的には両方にとってウィンウィンのトレードだったのかなと思います。ということで、ベテラン選手8人を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、特にですね、クルーズやターナーなど苦労人の選手は経歴が結構複雑だなという印象ですね。皆さんはいくつご存知だったでしょうか。で、今回この企画第2弾までやったんですけれども、全く考えてはいないんですけれども、もしかしたら第3弾もあるかもしれませんので、またですね、ぜひコメントや高評価などで教えていただけると幸いです。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。